試しバラ。試しバラとは違うが、似たような風習が実家があったらしい田舎にある。赤ん坊を166日育てて、強い子供ならそのまま育てる。弱い子供なら山の恵みになる。養父が言うには俺は弱い子で恵みになるはずが、祖父にあたる人が比較的まともな感性の持ち主で様子を見に戻ると、丸一日山にいたが生きてる俺を見つけ、町の知人である養父に託したらしい。詳しく知るつもりもないし、あんな村なくなって当然。理想を書くが赤ん坊ってさ、両親揃って、合意して、愛されて生まれてほしい。ろくでもないことはなくなれ。うわ、マジかそれひでえな。俺も父と思ってた人が実は違うことを成人してから教えられた。父の兄にあたる人間が本当の父だった。俺が父親が違うのは母当時、祖父母ぐるみで黙殺してたみたい。その叔父も片親が違ってて、祖母とその実系の子だそうで、これも祖母が亡くなる数日前に俺にだけ教えてくれた。叔父と同じで俺も片目の視力がほとんどなくて、姿も祖母が言うに兄にそっくりだそうで、考えるだけで死にたくなる。自分は生まれも育ちも田舎で、仕事や趣味の関係で里山には散々足を踏み入れてるが、さして高くも深くもない里山でも獣がいる。猿しかイノシシかもしかタヌキキツネにマムシ。自分は見たことないけど熊だって出るし、知人の友人は山菜採りの最中に熊に襲われて亡くなってる。そんな里山に赤ん坊が一晩放置されて無事だったなんて奇跡でしかないんだ。苦労や複雑な思いを抱えて育ったのは文から容易に想像つくから言葉のかけようがないのだけれど、それでもおじいさんへの感謝は忘れないで。いや感謝する必要はないかもだが、おじいさんの真心は忘れないであげてください。自分は里山には神様みたいな何かがいると本気で思ってるよ。明治や大正の話？って感じだけど、戦後の未解決の子供行方不明事件の真相も、実は案外そういう内情が絡んでいて、村ぐるみで秘密を共有しているのかな、なんて思ったわ。そこまで非道な話ではないのだけれど、私の父、個人、昭和初期生まれ、も双子だったため片方がよそに出されたそうだ。それくらいのことは多分いろいろあったと思われるので、ところにより現代なら驚くほどのこともあったと思う。自分が9から10歳の頃の話だからうろ覚え。妹が1歳を過ぎてやっと歩けるようになった頃、母がこの子を一度山に捨ててこなきゃいけない。と大真面目に言った。育てられないからいらないとか、山に逃げにしなきゃいけないという意味ではなくて、一度山に置き去りにしてその子が自力で戻ってくるか、通りすがりの誰かに拾われて無事に帰ってこなきゃならないようだった。地元の風習なのか、風習にしても何のためなのかわからない。元気な子に育つようにとの願掛け、一生持ち感覚の行事なだけなのかもしれない。父や祖母がどうしてたかが全く記憶にないから、最悪は母が信仰宗教でもやってて、まじない的な意味で指示されたのかもしれない。批判覚悟で書くと、母はそれを実行した。ただし中途半端な方法で。結局は自宅から300メートルほど離れた橋の道路脇に妹を置き去りにして車で一度家まで戻り、その足で速攻で妹を迎えに行ったように思う。近所とはいえなぜよりによって危険な橋に置き去りにしたのか知らんが、もしかしたら自分が妹に付き添ってその場に残ったのかもしれない。人に話したりチートするのを人に目撃されたら効力がなくなるなどとは特に注意されなかった。それでも子供心に、親に深く聞いちゃいけない、人に話しちゃいけない、と察したな。あったよ、昔はそういう風習は。一度捨てて広い親に拾ってもらったら、悪いことを断ち切れて元気に育つとか、全国的なものだったと思う。骨神。私が小学生の時父方の祖母が亡くなって、お葬式をした時の話なんだけど、ずっと気になってることがあるので問うか。父は次男だけど、長男の叔父は私が生まれる前に、ものすごい借金を作って家に大迷惑をかけたとかで絶縁されてたらしい。でも、実の母の葬式ということでその時だけ顔を出してた。奥さんも連れてきてた。
私は二人ともその時初めて見たけど、奥さんは普通のおばさんという感じだった。おじさんはどよんとした雰囲気でちょっと気持ち悪かった。で、焼き場に行って遺体を焼いて、みんなで箸で骨を拾ってくやつあるじゃん。あれをしてた時、なぜかなんとなくおじさんの方を見たら、おじさんが祖母の骨を口に入れた瞬間を見てしまった。しかも人に見られたらまずいという感覚はあったらしく、視線だけで周りを世話しなく気にしていたので、バッチリ目が合ってしまった。ボリボリ噛んで飲み込んでた。ちょっとニヤニヤしてたような気がする。小学生だったんで、もう怖くて怖くて、もちろん親にも言えなくて今に至るんだけど。亡くなった人の骨を食うって何か意味あるの？例えばおじさんは絶縁してるけど、骨を食べることで縁をつなぐとか？今でもずっと気になってるんだけど、誰か心当たりないですか？地方によってはあるよ。骨神という風習。噛んで飲み込むところもある。戦前では日本各地に伝わっていた。別に不思議なことじゃない。死者の骨を噛むことで、死者への哀戚と死亡を伝える意味。個人の骨を食べることで、自分の悪いところを治す。と言われた地域もある。膝の骨、自分の膝が治る。有名人の例だと、勝新太郎がやった。古代には、死者の肉を食う。という風習があった。世界各国広い地域で行われてた。死者の魂と持っていた力、霊力や能力を取り込む。自分の中で生かし続けるという、精霊信仰に基づいた儀式。地域によっては家を継ぐ系士がこれを行い、先祖の魂を取り込み、守りの力とするとこもあった。骨神は、火葬遺構により儀式化される形で伝えられたもの。上に挙げた、自分が悪いところの骨を、というのは、精霊信仰が色濃く残っている面がある。パプアニューギニアでは、他部族と戦い死んだ戦士の骨をしゃぶり、勇敢な魂と精神を継ぐという儀式がある。同じ儀式がヤクザの世界でも行われたことがある。Y 組の最高幹部 T 氏が殺された葬儀で、骨上げの時に幹部が組長の骨をしゃぶり、組長への敬愛を示し暗殺犯への復讐を誓い合った。報告者のおじさんが、どんな意味でやったのかはわからない。でも特段不思議なことでもない。そういう風習があるんですね。全然知らなかったです。父の実家は中部地方なんですけど、全国的にあるのかな。意識的にでも無意識にでも、衝動に駆られる人はいるみたい。母親が亡くなった時にあまりにも悲しくて、一層骨を食べたら自分の中で母親がずっと生き続けるんじゃないかと思って本当に死そうになった、みたいなことを言ってた人がいたわ。おじさんがどういう思いからその行動をしたのであれ、身近な人が亡くなると本性って出るよね。おじがどういう人なのかわからないのですが、祖母をよほど慕っていたならそういうこともあるかもしれないですね。年越しの会。実家の風習？というか慣習なんですが、年を越す時に自分の姿を見てはならない、というのがあります。鏡はもちろん、水に映った姿も、例えば塗りのお盆に自分の姿が映ったものでもいけないらしいです。見てはいけないというのは、よくある話なのですが、映った姿は死ぬ時の姿なので見てはいけないそうです。だから実家では年越しそばは早い時間にいただいて、遅くには眠ってしまうのが常でした。小さい頃はそれでもよかったのですが、大きくなるにつれ深夜まで見たいテレビがあったり、友達と2年参りに行ってみたかったり、誘惑は多くなっていきます。ある年、どうしても年越しでテレビを見たかった私は、一人で23時過ぎまで起きていました。親には24時までに寝るように言われていましたが、風習なんて信じていなかったので大丈夫だと思っていました。テレビを見ながら、PHS で私は時報を聞いていました。テレビの中でもカウントダウンをしていました。私は初めての夜更かしでドキドキしていました。23時59分40秒をお知らせします。50秒をお知らせします。時報が50秒をお知らせしますと告げたとき、急にリモコンに触っていないのにテレビが消えました。その時私は、自分の姿がブラウン管に映ったのを見ました。反射的に目を閉じると、
時報が0時を告げました。0時が過ぎると何事もなかったかのようにテレビがふっとつきました。一回だけなら偶然だったかもしれません。その次の年もやはりテレビを見ていました。日付が変わるその直前、やはりテレビがふっと消えました。年が変わると、テレビは元通りになりました。他の年、2年参りに行った時、日付が変わる少し前に私の前で車が急停車しました。車の窓に自分の姿が映った、と思った瞬間、私は目を閉じその場から動けなくなりました。他の年は、急に窓のブラインドが上がったこともあります。まるで何かが年を越す時に自分の姿を見せつけたいかのように、日付が変わる時間で起きていると何かアクシデントが起こるのです。寝てしまっていれば、何も起きていないようです。4年前結婚姿勢が変わったのですが、相変わらず日付が変わる時まで起きていると、テレビが消えたり、マグカップが割れて水がこぼれたりしています。ガキの使いが見られないのは寂しいので、録画してみていますが録画の方には何も異常がありません。年が変わる時に自分の姿を見たら何が起こるんですかね。もし普段通りの自分の姿だったら、私は次の年を迎えられないのでしょうか。ムカサリエマ。俺は今は大きなデザイン事務所に勤めてるんだけど、専門学校を出てしばらくは、学校から勧められた冠婚葬祭会社で写真加工のバイトをしていた。葬式の場合は営業としてスナップから顔をスキャンしてスーツ姿にしたり、結婚写真の場合は全体的な修正などの仕事が多かった。あとは写真に関係ない細々した雑用。ある20代の若い男性の葬儀で、アルバムから営業の写真を選ぶのに自分も加わったけど、その後で60代と思われるご両親から呼び止められて、奇妙な依頼をされた。それは個人となった息子の結婚写真を作ってほしいという話で、未婚のまま病気で亡くなった息子が不憫でならない、なんとか空ごとでも結婚式を挙げた写真を残したいが、そういうことはできるものかと尋ねられたんだ。まあ、できるかどうかは素材の画像が揃ってるかどうかで決まるんだけど、会社で正規に受け負う仕事とは違うんで、その場での即答は避け正社員の先輩に相談した。先輩は、それはムカサリだろう、と言って続けた。東北の方では、結婚前に亡くなった男性には、架空の結婚式を挙げた絵を描いて自社に収める風習があって、それをムカサリという。おそらくそうしたことをしたいんだろうね。もうすっかり廃れたと思ったが、まだあるとこにはあるんだね。いや、会社としては引き受けられないよそんなの。ただ、お前が個人として依頼を受けるのは感知しない。ま、やめといた方がいいと思うけどね。まとめるとこういう話だったが、俺は、いかにも心苦しいというように頼みを切り出してきた父親の姿や、葬式中ずっと泣き続けていた母親の姿を思い出して、引き受けようと決めた。ご両親と話を進めていき、個人の新郎は成人式に紋付き袴で写した写真があるとのことで、それを有用させてもらうことにし、ご両親には清掃していただいて新たに撮影することにした。金屏風の前に新郎新婦がいて、その両脇にご両親という構図を考えた。で、問題は新婦だ。俺としては和服の花嫁姿はどっかから引っ張ってきた画像、顔はちょっと面倒だけど、目や鼻など顔のパーツ一つ一つをコラージュして、全体としてはこの世にいない女性像を作ろうと思ってた。ところがご両親は、ぜひともこの写真を使ってほしいと、一枚の紙焼きを出してくる。新婦の顔はどうしてもこの女性の顔にしてほしいと言って、必死の形相になっている。それをスキャンで取り込むのは簡単だけど、俺は先輩から言われた言葉を思い出した。ムカサリエマは、言い伝えでは周りの参拝者はいいけど、新郎新婦の顔をまだ生きている人にしちゃいけない。また、生きている人の名前を入れてもいけない。それをやると、その書かれた人には冥界からのお迎えが来るんだ。バカバカしいと思うだろうが、東北の〇〇県のあたりには、そういう力を今でも表すことができる神社が残ってるというぜ。俺は恐る恐る、生きている人はまずいんじゃないですかと聞いてみた。
しかしご両親が言うには、その写真の型もなくなっていて、生前は婚約関係にあったのだと。その女性が亡くなったのが原因で息子も病気になったようなもの、どちらも個人だし、あの世ですでに一緒になっているのだろうが、正式な式として地元に報告できれば嬉しい、と切々と述べ立てられ、俺は半信半疑ながらこれも承知してしまった。謝礼として10万円いただいた。写真は出来上がり、最後の最後に息子さんの名前とご両親から聞いた女性の名前を同姓にして画像に入れ、絵馬にしやすいようパネルにして手渡した。自分として出来栄えは満足のいくものだった。ご両親は嬉しそうに、これを持って地元に帰ります、と言った。その帰省先が先輩の言っていた件だったのでちょっとよっとしたけど、深くは考えないことにしていた。それから2週間ほどして、地方新聞に事故の記事が載った。被害者は即死で、なんと病院の前で救急車にはねられたということで、こちらの地域では色々問題になった。その病院はこれまで書いた息子さんのご遺体を搬送してきたところで、新聞に被害者の女性の写真は載らなかったが、名前は俺が画像に入れたのと同じだった。